E4991B オプション007温度特性評価のジグの接続方法について説明します。あるものが、このテストヘッドのスタンド、それからフィクスチャースタンド、それから耐熱ケーブルがあります。耐熱ケーブルはこのフィクスチャースタンドの上に置きます。E4991B にテストヘッドが付いている場合はそれを取り外してテストヘッドスタンドに取り付けます。まずテストヘッドを取り外します。コネクタはちょっとずつ回しながら交互に外していってください。はい、外しました。これをテストヘッドのスタンドに取り付けます。はい、このようにスライドインさせます。はい、こんな感じです。テストヘッドの高さ調整はここでネジを緩めてスライドさせます。E の 4991B とテストヘッドを RF ケーブルで接続するためにまず N 型と SMA の変換コネクタを取り付けます。 RF ケーブルはこれです。ケーブル一本一本にどのポートに取り付けるかラベルが付けてあります。左から順番に RF アウト、ポート1、ポート2になります。今度はテストヘッドに SMA と N 型の変換アダプターを取り付けます。分かりやすくするために一旦テストヘッドは台から外しています。このように RF アウト、ポート1、ポート2に変換アダプターが取り付けられました。次にテストヘッドに先ほどの RF ケーブルを取り付けます。ラベルを確認して RF アウト、ポート1、ポート2を取り付けます。RF ケーブルの取り付けが終わりましたら最後にトルクレンチで締め付けます。次はフィクスチャースタンドに耐熱ケーブルを取り付けます。4つネジがありますので位置を確認しながら取り付けてください。はい、これで取り付けが終わりました。次は耐熱ケーブルをテストヘッドに取り付けます。本来ならこの位置に高温層がきます。耐熱ケーブルは高温層の内側から側面の穴を通して外に出してください。次は耐熱ケーブルをテストヘッドに取り付けます。 APC7 耐熱ケーブル側のスリーブは引っ込めておいてください。一方テストヘッド側のスリーブは出しておいてください。この状態でケーブルの取り付けを行います。はじめは手で回して最後にトルクレンチで締め付けます。テストヘッド側の APC7 の外部胴体はフリーの状態になっていることを確認してください。本来はヘッドは台に乗せた状態でケーブルを取り付けてください。次にジグの例として有電体テストフィクチャー 16453B を取り付けます。同様に APC7 のコネクターが付いていますので耐熱ケーブルの方はスリーブを引っ込めておいてください。このフィクスチャーはスタンドの留め具がありますのでまずこれを取り付けてください。 APC7 のコネクターの位置を確認しながら取り付けます。次にフィクスチャースタンドに留め具を取り付けます。最後はトルクレンチを使ってフィクスチャーを固定させます。説明は以上になります。ありがとうございました。